皆さん、国民会長がどうも、バズカです。さあ、今日はですね、こちら、めっちゃカラムーチョ、こちらの方ですね、食べてみたいと思います。というわけで、今回はね、これ辛さ 3.5 倍なんで、普通にまあカラムーチョって、まあコンビニか、まあ、スーパーとかで売ってるでしょ。これのね、辛さ 3.5 倍っていうことで、ちょっとね、どんぐらい辛いのか検証してみたいと思います。つうかね、俺もめっちゃ楽しみなんで。さあ、あ、でも量的にはね、少ないんだよね。見えるかな、量的には少ない。うん、まあこの袋だからね、こんなこの小さい袋だから、まあ、小さくはねえけど、そういう袋だから、まあ中はそんな多くはねえみたいな。うん、ではですね、ちょっと食べてみたいと思います。それでは実食。あれ1個だけでは足りないのかな。なんか辛いんだけど、ね、あれそんな辛くねえぞ。あ、これ 3.5 倍、ほんとに。ん、あんま辛くないぞマジで。ちょっと振ってみるか。まあ大抵はね、こうやって振った方が辛くなりやすいから。あれ、そう、あれ本当辛くねえぞこれ。これ流し込んでも多分食えると思う。はい、全部食べました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、めっちゃ辛むちょ、こちらの方ですね、食べてみましたが、激辛 3.5 倍ってなんだけども、なんかそんなに辛くはなかったんだよな。ただ、食べてから、なんていうの、後からちょっと舌がね、ヒリヒリしてくるような辛さって感じです。別にね、多分流し込んでも、多分ガーって流し込んでも多分食べれると思う、普通に。ただ単に俺が辛いの慣れてるせいでもないよな。辛いラーメンとかあるじゃん、あれはちょっとダメなんだけどね、めっちゃ辛っと思う。でもあれ、これもめっちゃ辛いと思ったけどな、なんでだろう。まあもしかしたらこれ5倍でも良かったんじゃないかと思うぐらい、そんなに辛くはなかったな。まあそんな感じです。それではですね、最後までのご視聴ありがとうございました。それではみんな、グッバイ。